これ非常にマニアックな話なんですけど、僕はパンクという音楽が好きなので、まあ昔本当に子供の頃というか高校生の頃大好きだったので、その時に尊敬してたギズム、横山叫び死んだんじゃないかっていうね、わかんないんですよね。なんかそういう噂が立ってるハードロックパンクバンド、まあハードコアですね。ハードロックパンクバンド、ハードコアですよ。元祖ハードコアです。ギズムのボーカル横山叫びさんが死亡したの情報がツイッター X で拡散されていると。ギズムはこれちょっと違うな。ギズムはちょっともう書いてある通り読みますが違いますからね。ギズムは1981年メジャーデビューしたロックバンドで、ボーカル横山叫びのギターランディ内田、ベース吉、ドラム辰島ってのはアットなんだよな。まあちょっと違う。しかもメジャーデビューしてない。まあインディーズっていうまあ自主制作です当時は。81なんかもう思いっきり自主制作ですけど、だから横山叫びランディ内田ですよね。ランディさんも亡くなってますけど、2002年に永久凍結した。2023年までアルバム4枚、ビデオ4本、オムニバス5本リリース。なんかいろいろと書かれ、まあだから要はツイッターかなんかでいろいろなってるのを見ると、ギズム横山叫び音体、叫びさん亡くなったの。外国で人気があるんでね、外人が多い。Is it true that、叫び died？ 本当かっていうやつね。これは要は、日本語訳、ギズム叫びがなくなったという噂を聞いたんですが、誰か確認できますか？音体叫びさん亡くなったの？横山叫びさんの訃報マジなのか？叫びマジで死んだのか？日本語訳。横山叫びさんが亡くなったんや、生で見たかったな。叫びさんが亡くなったのか。なんてことだ。叫び私をからかってるのって訳。横山叫び氏について不穏なリツイートがまだはっきりしたことが分かる。だからまだ分かんないですよね、情報ソース。横山叫びさんが亡くなったことをペイントボックスの宗さんから知りました。ギズムは現在日本のパンクのスタンダードのように思えるかもしれませんが、何年前に彼らは知っていると怖かったです。今日の人気は驚くほどではありませんが、私も若い頃は夢中になりました。ハードコアに詳しい人に確認しました。本当のようです。本当？何の病気かわからないですが、入退院繰り返していたそうです。まあだから叫びさんってのはなかなか表に出てこない。横山叫びさんは伝説の人。時々活動を復活させるんですけど、わかんないんですよね。ただ、いつ亡くなってもおかしくはないような、もう本当に素性がわからない人なので、だから亡くなったっていうと、うん、そうなのかなっていう。ただ、誰がその情報を知ってるの？横山叫びさんと誰が詳しいことを知ってるの？みたいなところがあるんですよね。叫びが亡くなってきました。私は彼のことは知りませんでしたが、ギズムはプロレスラーにとっての私に何より大きな影響を与えました。細かいことは言いたくないので、この画像だけをここに残しておきます。おそらくこれは私が彼の作品に対して行った最も直接的な賛辞です。で、僕の知り合いとか周りでも、当時のね、横山叫びさんと交流があった人っていうのは、やっぱりいるんですよ。何人かいて。当時のその横山叫び伝説みたいな。ギズム伝説、横浜叫び伝説みたいなのを聞いたりとかして、僕はただ単にファンとしてね、すげえなーなんていうふうに思ったりはしてたわけですよ。ただやっぱり横山さんっていうのは、まあ、調べてみれば分かる通りかなり癖のある方でね、ジャガタラのねライブに乱入してる、テレビ東京かなんかのジャガタラの生放送に乱入してる姿なんかを見るとね、 YouTube なんかも出てくると思うんですよ。ああいうの見るとすごいなっていうか、あんまりこうね、こう近寄りがたい人だなっていうような人なんですが、まあだから破天荒すぎてね、亡くなったっていうことに関しては驚きはあまりないんですが、でも本当なのっていうところがあって、一つやることはギズムってなかなか音源がないので、横山さんがああいう怖い人なのでなかなか出しづらいっていうところもあったと思うんですよ。そういうのももし今後、ギズムの未発表音源みたいなのが世の中にいっぱい出て、YouTube なんかにもいっぱい上がったとしたら、これは本当になくなったんだなって本当にわかると思うんですよ。そうですね、なんか例えばイズムの未発表とかライブとかね、あと再発だったりとか、そういうのがないんですよ基本的には。怖いんでね出てないんですけど、それが例えば不自然に出てきたとしたら、僕は初めてそこでああなくなったんだなっていうふうに納得するかなと思います。それまでは本当に分かんないんでね、この方は。この話はこのソースとかがどうなのかっていうのがとても僕としては半信半疑なところがありますね。